どうも皆様こんにちは、刑事チャンネルです。ということで、私刑事チャンネルはですね、昔ですねギターをやってまして、エレキギターですよ。たまに動画に登場するんですけれどね、普段見ていただいている方、ひょっとしたら目にしたことがあります、あるかもしれません。こんなマニアックなギターを使ってるんですよね。なんでこのギターを買ったんだっていう話なんですよ。まあ昔ロックキッズだった僕はですね、まあ最初ギターを買ったのはすごい安いギターを買ったんですよ。音楽雑誌の後ろに載ってるような通販の3万から4万ぐらいで、ギターとアンプとシールドとチューナーがセットになったようなものを買ったんです。アイバニーズさんのですね。まあそれを使ってやってたんですけれどもね、なんかね弾き心地がね、なんか友達が持ってる高いギターと比べると雲泥の差なんですよ。やっぱり弾き心地がそれって俺随分噛むな。弾き心地ってこんなに言いにくい言葉だったかっていうぐらい、それはまあ何なんだろうっていうところで、まあ弦の高さの違いとかがあって、なんだろうね、まあいろいろあったと思うんですけどもなんか嫌だと思ってバイトしてギター買おうと思って、どんなギターがいいかなと思っていろいろこう思いふけてた時に、ある日ねミュージックステーションにね、キスが出てたんですよ。キスね、顔塗りのあの4人組ですよ。でそのキッスのですねギターのポール・スタンレーがこんな形のギターを使ってて、厳密にはこの形ですけどちょっとまあ装飾は全然違うんですよ。でそれすごい、あ、かっこいいなって一目見て思ったんですけど、そのミュージックステーションでこうさ弾いて曲の終わりにそのギター叩き壊したんですよねこうやってうわーってかっこいいと思っちゃってめちゃくちゃかっこいいと思って、でこれ買ったっていう話なんですよまあそんな話はどうでもいいです。それもかなり遥か昔の話ですよね。僕がまだ10代のティーンエイジャーだった若かりし頃の話ですよね。それから時は経ち、まあ社会人になりね、いつまでも音楽は好きだったり、ロックやパンク、まあ若い頃よりも聴く音楽の幅はすごく広くなったんだけれども、その代わりギターを弾くことなんていうのはなくなっていったわけですよ。ギター自体はバイトして一生懸命高い金働いて買ったからそう簡単には捨てないんだけれども、アンプとかエフェクターとかそういう細々したものって邪魔だから捨てちゃって、ギター以外はね、なんていうことになっていたんですよ。である日ね、こんなものを見つけたんです。おいしょーでーん、ねえ、 MS2J マイクロアンプ、ということでマーシャルさんのですねちっこいアンプを楽器屋さんで見つけて、なんか、あ、このサイズなら家に置いといても邪魔じゃないなと思った瞬間に、無性にまたね、ギターちょっといじって音楽おじさんになりたいなと思って買ってきました。ちょっと中身開けてみましょう。開けてみました。これ見て、これほらね、なんか、え、アンプちっちゃくないみたいな、顔でかいからやじゃなくて、アンプ小さいんですよ実際に。すごいコンパクトで結構ね可愛いんですね。これだよ、色もね、これなんかシルバージュビリーっていうカラーで、マーシャル社25周年記念カラーとして限定発売されたモデルだそうです。まあ普通に売ってるんだよ、どこでもねで基本電池で駆動するものなんですけれども、一緒にね、アダプターも買ったので電池を入れずに家でまあ弾くこともできると。なんか持ち歩いて弾くほど音楽おじさん、ロックンロールおじさんではないので、これ宇治木剛さんが言ってたんだけどね、宇治木剛さんが言ってたのかな、忘れちゃったんだけどね、いい年こいてからロックンロールとか言ってたらね、面白おじさんでしかないよっていう話だそうですから、そこはちょっと気をつけてるんですけれども、でこれいいよね、いいよね。これ何がいいかってね、最悪インテリアとしても使えるよねでも言っても、そのギターなんて結局触り出したけれども、どうせすぐやらなくなるよねってなっても、まあいける、置いとくだけで様になるな、マーシャルのアンプだぜ。当時ロックキッズがみんな憧れてたマーシャルのアンプだぜ。エフェクター通さなくてもいいロックな音が出るんだよねみたいな話をよく聞いた先輩方がよう言ってた、そのバンドやってる先輩方がね。実際にね、でもね、これだけコンパクトな
マーシャルとはいえでもこんなコンパクトなアンプどんな音が出るのかっていうのはちょっと早速やってみたいと思います。私もいや待って、ギターにシールドを刺すの自体すごい久しぶりなんで、これピックアップ生きてんのかな、音出んのか出ないのかもちょっと不安なところだな。よいしょ、よいしょ、スイッチは、スイッチはこの右のつまみですね。もう一応スイッチ、まあ、オンオフとオーバードライブもかかるようになってますね。もう一個ひねるとオーバードライブでボリュームとトーンがありますね。とりあえずちょっとスイッチオンの状態でフラットな状態で音を出してみましょう。これ音が出なかったらもうこの動画お蔵入りだな。やってみようか、せーの。ちょっと待って待って待って、出ないぞ。あ、じゃあこれがあれだ、コンセントが入ってないな。よいしょ、これでどうだ。あ、赤いランプ光った。どうだろう、出た。出ましたね音。まあまあこんな感じですよね。こんな感じってどんな感じなの。こもってるのかな。ちょっとトーンを高くしてみようかな。いやでもね、家で趣味で弾く分には十分いいと思うんですよ。これ何もあのただオンにしただけなんで、オーバードライブもかけてみましょうか。じゃあちょっとね、どんな音が出るのか。あ、ちょっと待って、音が大きいな、近所迷惑になっちゃう結構。あ、結構いいかも。ちょっとありなんじゃないですかね、結構音のね、ちょっとね強弱が難しい。ブラックサバスの T シャツ着てるしねっていうことで。まあでも昔弾いてた曲もロックスポも指が動かないんだけれども、なあ気持ちいいかもしれないこれは。でちょっとね、その音が気になる場合はもちろんヘッドホンとかねつけられるんで、ヘッドホンつけてね、音を出したらまあね静かな形で家でもちょっとこう迫力のあるギターサウンドを自分で楽しめちゃうっていうね、最悪インテリアにもできちゃうっていうことですから、これはねちょっと結構いい買い物しました。これいくらしたかって言うと5500円プラス消費税で買いました。ネットを見るとね、定価は7000何菓子みたいなんですけれども、ちょっとお得だったかなというところです。もう一回もう一回。気持ちいいんでね、なんかいろんな曲また弾けるようにちょっと練習してみようかなって思っております。というわけで今日はこちらのマーシャルのミニアンプを、まあ買ってきたよっていう、ただそれだけの動画です。おじさん世代は昔、まあ、ギターやってて、ね、押し入れにギター眠ってるなんていう人もひょっとしたらいらっしゃるんじゃないでしょうか。もう一度このちっこいアンプであの時の音を出してみてはどうでしょうか。いやアンプも取っておいてる人は別にいいんだけどね。アンプ捨てない？ね。アンプ、いや高いアンプだったらいいけどさ、ね。捨てちゃったんだよ。だってでけえから場所取んだもん。だって引っ越しの際にもう使わねえからっつって捨てちゃったよね。ね、いつしか後悔した時に心強い味方。じゃあね。ちょっとこんな動画の締め方でいいのかこれ。